どうもこんにちは、井川さんです。今日は前回のシシトウハウス紹介に続いて、今まで紹介してなかった炭酸ガスのダクトの設置見せていこうかなと思います。まあ、炭酸ガス発生装置がですね、あの奥あそこにあります。そこからめっちゃ適当なんですけど、こういった太いダクトを通ってで、このように小ダクトから来て下へ来て、アルミの蛇腹で L にして地面のところを這わしています。ここからですね、今これと同じ穴開きのこのダクトなんですけれども、こういった感じでちっちゃい穴があると思うんですけれども、20センチピッチでこの穴を開けられております。それを今からこの畝の下を這わしていきます。一番端っこまで、一番奥まで這わしていきます。あっちの端っこまでですね、ずっと這わしていきます。で、そのための準備をするための準備を今はやっているわけなんですけれども、まあ、こんな感じで今年はね、これも去年がだいぶボロボロだったので、3年ぐらい使って、で、新しくしました。これも3年ぐらい使ってたんで、今年今ね、新しくしているところです。こんな感じで各畝同じようにまずは親ダクトから下へ下がってきて、子ダクト、そこから延長していくようにやってます。こんな感じでですね、今風が吹き出しております。結構いい感じの風ですね。で、ここの接続部分は簡単ですね。こういった感じでステンレス製のリングを2本やって、ちょっとこの5センチぐらい余る感じで同じダクトを余分を取ってます。で、それをここの穴、ちょっとこのリングの径よりも小さい穴を開けて、ここへ本当にはめ込んでる形ですね。これだけの作業になります。これでこのピロピロがあるんで、風が外に漏れ出すことはなくて、しっかり圧がね、このダクトの中を通っていってるわけです。では今作業中の方こんな感じなんですけれども、はい、じゃね、炭酸ガスのね、ダクトで、ここはね、畝幅がちょっとこういった感じで距離があるんで、同じように蛇腹で、あそこは一緒ですね。そこからずーっと来て、こっちが分かりやすいか、このダクトの中に L の蛇腹を入れて結束バンドで縛って、ここで L 型にしております。このまんまやったらここがね、折れちゃうんで、こういうアルミのフレーキを切ったやつを入れて L にして、また下まで行って同じようにやってます。こんな感じで炭酸ガスの施用を今行っているところなんですけれども、じゃあね、炭酸ガスの施用ね、なんで必要かっていうと、まあ夏作やっても仕方ないんですけど、どうしても冬作だとこれから寒くなってきて、上のこの窓ですね、窓がずっと閉まりっぱなしになりますけど、光がどんどん入ってくるんで、そんな時にね、ハウスの中の二酸化炭素濃度っていうのがどんどん下がってくるんですけど、植物は二酸化炭素を吸って栄養分にして成長しております。まあ、光エネルギーと水と二酸化炭素で植物が光合成産物と成長に必要な栄養分を摂取するわけなんですけれども、どうしてもね、ハウスの中閉め切ると二酸化炭素濃度がどんどん下がって、植物の成長に必要な CO2 っていうのが少なくなるんで、こういった感じで炭酸ガス発生装置から CO2 をどんどん植物に与えるような感じです。まあ二酸化炭素ね、人間と逆ですね。昼間二酸化炭素を吸って酸素を出す、まあ、そんな植物なんでね、まあ、みんなそうですけど大体は。で、そのために今こういった感じで二酸化炭素のダクトの設置を進めていっている感じです。これが日常的な作業ですね。結構暑いんで、あそこからね、今は着火してないですけど、送風で回してますが、灯油を燃やして CO2 が発生して、この中を通ってハウス全体に行っています。じゃあ作業の続きをやって、なんとか今日中にはここからその各畝行くまでをね、ちょっと仕上げたいと思うんで、ではでは一旦作業の方に戻ります。
暑いです。はい、どうも。ではですね、人それぞれいろいろなやり方があると思うんで、まあ、実際やっていきましょう。これダクトです。まずこの穴を広げます。で、その中にこちらのねアルミの筒、これを入れていきます。でこのままだったら L にした時にね、こんな風に折れちゃうんですけど、アルミのフレキがあることによってこれは折れないです。取り出しにくくなってくる。こちらのステンレスリング2つを使います。で、この穴の中にこれを通して、まあ、1つは後で使います。で、この1つこれにこのようにくぐらせます。こんな感じで。で、その後この外側にこれを入れます。はい、これで入り口完成です。これを親ダクトの方につなげば OK です。で、続いてよいしょ、で一応念のため外れないようにこの縁っこにですねテープ、ここですね、こんな感じで透明のテープを貼ります。で、こっちも同じようにここにテープを貼って、これは外へ貼って、これを内側へ折り込んで、これでこちらは完成です。じゃあこれをね、親ダクトの方に繋いでいきましょう。よいしょ。ここがこれですね。じゃあここにこれをはめます。ちょっといろいろ障害物があるんで、それを計算して、ここですね。今カメラ片手で持ってるんで、ほい、はい、こうやこんな感じで、これで、はい、完成です。できました。結構綺麗にいくでしょ。これあとは向きを調節して、こんな感じですね。で、じゃあここやっていきましょう。見えてるかな。ちょっと不安定なところに置いてますけど、よし、で結束バンド、これでまずは、でこんな風に折れるでしょ。ここが折れ防止のためにこれで完成です。あとは動かんように紐なりなんなりでこの柱の針と縛って、よし、はい、これで加工終了でございます。結構簡単にいきますね。ここからさっきみたいにつないで回してきて、エルボのダクト、これでね折れないでしょ。で、これ結構綺麗にいくんで、こんな感じでアルミダクトを活用してください。あと下は一緒ですね。今からやっていくんですけれども、あっちみたいな感じですね。こんな感じのエルボにしていきます。これもやり方は上と一緒ですね。で、ただここは一本物にせずに一旦この辺で切って、必要な長さに切って、でやっていきます。で、この辺の使いましょうかね。よいしょ、よいしょ、はい、よし、じゃあやっていきましょう。ちょっとなかなか
カメラの場所がないんで、これでいいかな。まずは大体の長さ、下の方の大体の長さに切って、カットして、カットします。で、そこにこれですね、さっきの絵、大体ちょっと長すぎるんで折り返して調節して、でこれではめて、大体いい長さになったら固定します。よし、一旦テープで仮止めです。で、結束バンドで固定して、よいしょ。はい、はい、これで完成ですね。炭酸ガスダクト設置です。よし、これであっちの親ダクトから畝上までの加工は終了です。あとはあれと同じやつをこの上に這わしていくだけですね。空気を送りながらやるんで、もう一気にできます。ではこれを続けていきましょう。こんな感じですね。これをやっていきます。はい、あれから少し時間が経ちましたが、各所の加工終わりました。ここから、ね、こういったちょっとエリを使って落とす加工も終わったん で実際に炭酸ガスの、ダクト設置したところをどんな感じか見せていこうと思います。まあ、この辺はまだやってないんですけれども、ここですね、はい、先ほどお見せした上の親ダクトから子ダクトを伝ってきて、ここで一発エルボーをかまして、軽くテープで滑り止めをした後、結束バンドで縛って畝の上を直刃押しで直刃わしてます。で、こっちも同じようにやってますね。で、畝の位置と穴のこの支柱の関係で、畝の右か左かっていうので、まあそこら辺は調節しております。まあ、どっちかやりやすい方をやってます。こんな感じでいいですね。ここから二酸化炭素が出るようになってますね。炭酸ガス発生装置から穴が2つ開いてるんでね、1つはだいたい真上、もう1つは斜めこっち、まあキーが逆だったら斜めこっちと真上っていう感じで、キーのねバランス見てやってます。じゃあこんな感じで、ちょっと長い動画でしたけれども、炭酸ガスダクト設置方法の紹介でした。ではまた。